こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。ホームページの方に最近後ろで飾ってる丸い絵のことについてご質問いただきました。この作品については斜め上の愛のボタンにリンクを貼っておきます。以前に動画でこの作品について詳しくご紹介しています。アップでもお見せしていますので、そちらの動画をご覧ください。斜め上の愛のボタンをクリックしていただけるとリンクが開きます。昨年の動画でも何回か私の独自の話し方についてお話ししたこともあるんですけれども、アトリエがアップロードしたものではないんですけれども、 YouTube の方に QVC に私が出演した時の映像が流れてるみたいなんですけれども、そちらを見た方から何かご質問があって、ココアートチャンネルとか講演とはまた全然話し方が違うんですけれども、何か違いがあるんですかっていうご質問いただいたんですけれども、本当に私はこの講演会でもそうですし、このココアートチャンネルで皆さんにこうやってお話ししていることも本当に QVC で学んだなっていうことがたくさんあるので、今日はそのことについて少しお話ししたいと思います。 QVC というのは、私はそのジュエリーのメーカーから異業種とコラボレーションしませんか、作品をジュエリーにしませんかっていうお話をいただいて、私の作品のテーマをジュエリーに閉じ込めて QVC で売りたいという企画で、どうせなら幸文さんもテレビに出て喋っていただけませんかっていうことだったので、本当にコレクターさんの中には通販番組に出ることに対して眉を潜める人もいたんですけれども、いろいろな流れがあって人間関係があって出させていただきました。本当に QVC は独特な世界でした。今までで私はテレビに何回か出させていただいたんですけれども、生放送はあの QVC が初めてだったんですね。しかもリハーサルが全くない状況だったんです。喋り話の1時間なんですけれども、できるのかなって最初思ったんですけれども、本当にリハーサルはないんですけれども、入念な事前打ち合わせっていうのを2回ぐらいするんですね。どんな衣装を着ますか、どういうトークをしますかっていう、それとは別にライセンスを取らないといけないんですね。話し方ライセンスというか、ゲストトレーニングみたいな、ゲストで出演される方はベテランナビゲーターの講習を受けてからじゃないとテレビに出しませんよみたいなところがあって、その講習では差別用語とか標準語講座とかいろいろあるんですね。関西弁でダメなのかななんて思ってたんですけれども、ずっと関西に住んでて関西弁が方言だっていう風な認識ってあんまりなかったんですね。テレビでお笑いの人がたくさん出て関西弁喋ってるから、全然テレビで関西弁喋っても全然問題ないんじゃないかななんて思ってたんですけれども、担当の方からやっぱりいろいろな人が見てるから、ちょっとしたイントネーションの時に何言ってるかわからないっていうのは困るので、ほんの少し出る分には構わないけれども、できるだけ標準語を使うように心がけてくださいって言われたんですね。たまたま私は純粋な関西人じゃないんですね。もちろんこう関西生まれだし関西育ちなんですけれども、3代前から関西人の家庭に生まれた子と比べるとやっぱりどうか言葉っておかしいんですね。それはなぜなら私の両親が九州出身なんですね。だから家の中ではいつも九州弁が飛び交っていた、そんな幼い日だったんですけれども、あと祖母が東京の人なんです。だから祖母と喋る時は標準語で喋って、で両親と喋る時は九州弁混じりの関西弁で喋ってたっていう、そんな家庭に生まれ育ったんですけれども、だから標準語を喋ることに対してそれほど抵抗はなかったんですけれども、関西弁っていうのはみんなに通じる言葉じゃなかったんだっていうのを学ばされたのが QVC でした。スタジオが千葉だったんですけれども、お昼の放送の時は行って帰ってくる日帰りの時もあったんですけれども、放送の前日はあんまり関西弁喋らないようにしたりとか、私なりにレッスンもしてたんですけれども、本当にいろいろなレッスンがあったりとか、表現の仕方があったりとか、手振りも加えましょうねとか、いろんなレッスンがあったんですね。その中でもこう差別用語っていうのは、あ、こんなことも差別用語になるんだとか、白黒はっきりキリした言葉と、別に差別用語ではないけれどもテレビで喋ってはいけない言葉とか、そういう言葉もすごく勉強になりましたし、本当に世の中にはいろんな言葉があるんだなって、あと特に通販であんまり喋ってはダメな言葉っていうのもあるんですね。それはおじさんとかおばさんとかっていう言葉っていうのはやっぱり喋ってはダメですよって言われたんですね。私その喋るつもりは全くなかったんですけれども、やっぱり失礼にあたるので、おじさんとかおばさんっていう言葉を使わないようにしてくださいとか、あと年配の方っていうのも使わないようにしてくださいって、じゃあそれをどういう表現で言ったらいいのか教えてくださいって先生に質問したら、年齢を重ねた方とか言葉の指導の先生から、何が一番勉強になったかというと、テレビっていうのは生放送です、だからあなたが普段使っている言葉とか言動とか表情とかがそのまま画面に現れますって、どんなに
取り繕っても、普段下品な言葉を使ったり、普段乱暴な言葉を使っている人はどんなに丁寧な言葉を使ってもテレビの前の人に透けて見えてしまうって言われたんですね。本当にそうだなと思った。例えばこれも別に乱暴な言葉ではないんですけれども、やつ、この言葉を皆さん何気なく使ってないでしょうか。これを禁止されたんですね、 QVC では。私も普段やっぱり何気なく使ってたなと思って、普段からそういうのを正さないとつい出てしまうんですね。例えば、このジュエリーはどういう思いで作ったんですか、あ、これはこの前のやつとって普通にパッと出てしまったりするので、それは注意されたんですね。やつっていうのはとても乱暴な言葉なので、やつっていうのを使わない、言葉の使い方を普段から心がけてくださいって言われたんです。言葉って普段無意識に使ってるなっていうのをすごく感じたんですね。だから私は一度自分の言葉をちゃんと見つめ直してみようって意識したんですね。今も全然綺麗な言葉じゃないんですけれども、ついなんかそういうやつとかいうのを使ってしまうので、この前のジュエリーはこういう石でこういうもので作ったんですけれども、今回のジュエリーはって、きちんとそのものを言葉で言うようにしたんですね。ついこの前のやつと違うんですっていうふうに言ってしまうので、それを注意するようにしました。言葉というのは普段誰もが無意識に喋っていることになるので、つい普段の自分が出てしまう。だからやっぱり普段の生活がだらしなかったりとか、普段が乱れていたらやっぱり出てしまうんだなっていうのが思いました。私も全然こう動画では全然綺麗な言葉を意識してないですし、普段の喋り口調がそのまま出てるところもあるんですけれども、やっぱり普段の心がけっていうのは話とか人の表情とかに出てくるんだな、そんなことを QVC から教わりました。もう本当にこの他にも QVC から教わったことってたくさんあるので、またこの動画でも QVC で教わったこととか QVC の舞台裏とかもお話ししていきたいなって思います。はい、というわけで今日は QVC から教わったこと、それを話しました。次回の動画では QVC の番組中の話し方についてお話ししたいと思います。ぜひ次回もご覧ください。それではまた。ココワールドチャンネル、ぜひチャンネル登録お願いします。画面の私のプロフィール写真をクリックまたはタップしてください。画面のおすすめ動画もクリックタップで直接ご覧いただけます。それではまたココワールドチャンネルでお会いしましょう。ありがとうございました。